どうもリルカです。今日はこちらズーシーのパレット、16色パレットを3ついただいたので、こちらをご紹介いたします。こちら、この3色3つのうちのどれか使ってメイクしていこうかなと思っております。はい、これいただいたのがずいぶん前でして、ね、紹介しようと思ってなかなか紹介できませんでした。すみません、くださった方ありがとうお姉ちゃんお姉ちゃんありがとうコンペイト。でね、こちら開けてみるとすごい重厚感がある重いパレット、つるんとしてて3つ、かわちい、とってもかわちい、つやつや。まず1個目開けてみましょうか。こちら、じゃあこの猫のやつ、猫開けてみますね。こちら開けてみると中にね、フィルムが入ってて、フィルム、やっぱこう蓋と一緒のフィルムがね入ってるんです。でこの猫のフィルムがこんな感じ、中身こう、これはね1番アイシャドウパレット1番がこんな感じ。すごいこれキラキラしてる、ここキラキラしてて青があったり、これなんか使いやすそうなイエローゴールドみたいなと、使いやすそうな色も入ってますよね。ここもすごいキラキラしてる、キラキラが入ってたりとか、でもマットなねグリーンとかレンガ色イエローとか使いやすそうな色も入ってますね。これ全部スウォッチするのは大変なので、とりあえず1回3つ全部ご紹介してからスウォッチしていこうかなと思いますね。で、これは後ろ何も書いてないけれども、今度はこの十字架っていうの、これアイシャドウパレット5番、これ5番ですね。これも開けてみると中身こんな感じになってて、やっぱりフィルムがパッケージと一緒、で中身こんな感じ。これはなんか赤いですね、赤系が揃っていてとってもキラキラしているのが多い。それとか赤いね、これはオレンジ色、グリーンっぽいね、もうすごいいろんな色が入っててキラキラ、ね、キラキラも入ってるし、赤系で使いやすそうな色が入ってる。でここかわいい十字架、これ十字架っていうの、なんていうの、コーリーって感じがするんだけどね、なんか模様が入ってて可愛いですね。ここにもなんか模様が入ってる、これエジプトの模様かな、ここなんかファラオみたいななんか入ってる、可愛い。よく見るとここにも模様が入ってる、可愛いね。こんな感じで可愛いですね、って感じでね。こっちは何番とかって書いてないの。 2番かな、これ2番なのかな、これは2番なんでしょうか、ちょっとわからないんですけど、さっきとちょっと違う。でもね、こんな感じ、これはちょっとピンク系ですね、これ使いやすそう、ピンクってか紫ピンクっぽい、まあ、キラキラもありのマットもありのって感じ。全体的に3つのパレット、キラキラとマットがありのって感じですね。どれか使ってみましょうか。ね、使いやすいので言えば、これが一番使いやすいんじゃないかなと思って。なんかめくれてきちゃった、ここが。ここがなんかめくれてきちゃったぞ。これが一番使いやすそうかなと思って。もうね、メイク、どんなメイクにしようか全然考えてなかった。もうこれがパッと見使いやすそうだったんで、これ使おうかな。でも、個人的には猫が好きなんで、もうね、猫を、個人的にはこの猫のやつ使ってみたい。猫が好きだから。でもこれも、個人的にはこういうアクセサリーとか好きだから、これも使いたい。欲張りさん。欲張りなんだから。じゃあ、ラメラメってどれぐらいラメが出るのって気になりません？
そう、ラメだけスウォッチしてみましょうか。ラメをスウォッチ。じゃ、このラメだと、どれかな。このピンク。このピンクとかどんな感じなのってちょっとやってみましょうか。あんまりピンク味がわからないな。まあ、使いやすそうだと思う。うん、使いやすいじゃん。じゃ、他のやつをやってみると、そうだな。このね、どぎついやつ。これ。これとか気になるよね、これ。これ、これなんだって。これ。指につけるとこんな感じ。ほう。意外と見た感じより使いやすそう。うん。いいですね。じゃあ今度猫ちゃんは？猫ちゃん。猫ちゃん、じゃあこのブルー、このブルーはどうなのって。こんな感じ。ほうほうほう、なんか暗い色になりますね。ほう、でも使いやすいですね。そんなに濃い発色じゃないから。うん。使いやすい、これ。ブルーっていうか、うん、赤みがありますね。うん、紫っぽい、うん。スマホで見るとブルーっぽいけど、紫っぽく見える。あ、でもこれも使いやすいな。このオレンジ系も。オレンジ系も使いやすい色味だな。ね、どうしよう、迷う。ピンクっぽいメイクにするか、オレンジっぽいメイクにするか。あ、でも、今、すごいオレンジっぽいメイクが似合いそうな装いをしているから、オレンジメイクにしようかな。で、今度、純欲メイクをね、してほしいっていうリクエストをいただいているので、純欲メイクをするとして、で、その純欲メイクをするときに、このピンクを使おうかな。このパレットの。うん。よし、純欲メイクをするときに、このピンクのパレットを使うから、今日は、こちらの猫ちゃんのオレンジ色っぽいやつを踏まえた、合わせたこれを使ってオレンジメイクをしましょう。よし。何を使おうかな。なんかこれ何使おうかなってすごい見ててワクワクしますね。うん、このガラスのこれね、これなんかなんとなくもったいなくて剥がさないでおこうかなと思ってます。うん、どれ使おうかな。まず、まぶた。あ、一応ね、ファンデーションとアイブロウはやって終わっている状態です。はい。まぶた全体にのせる色。まぶた全体に何をのせようかな。これ。これにしようかな。これ。まぶた全体にこれをのせようかな。うん。これ。まぶた全体にこの色をのせます。あ、これはミッキー。ダイソーで売ってるミッキーのやつです。これね、粉がしっとりめで、うん。あ、なんかホームページ見たんですけど、高品質、高発色だったかな。なんかすごくね、品質が高いらしいですよ。このアイシャドウパレットは。16色のパレットで、なんかすごく持ちがいいみたい で。見た目がすごく可愛いから、上等用、なんか、あげると喜ばれると思う。女の子に。自分で買うのはちょっとねーって。そんなにでも高くなかったと思う、うん。これね、私にくださったお姉様はね、いただいたんですって。いただき物を私にくださったんです。うん、あ、いいんじゃない？わかれる？わかれる？うん。いいんじゃない？
ナチュラルでいいと思います。で、二重幅のところもうちょっとこう延長させて、下まぶたにも塗っちゃう、これ下まぶたにも塗っちゃおうかな。待てよ、下まぶたの際に、こちら下まぶたの際にこの濃いめの、ちょっと濃いめのレンガ色みたいな、これを下まぶたの際に塗ります。あ、これすごい色すごい色だった、これ、すごい発色がいい、これ意外と高発色、困っちゃった、意外と高発色なんだから。で、そうだな、この白かな、この右上のこの白、この白を涙袋に入れていきます。入れたら可愛いんじゃない、やっぱり、やっぱ涙袋に入れたら可愛いよね。やっぱ涙袋って大事よね。よし、こんな感じ。もうちょっと目の下、ここね、ここもうちょっと描いて、こんな感じ。目、もうちょっとここくの字になるようにこう乗せるか、くの字になるようにこのオレンジ色を乗せると、わかりる？よし、これで、でアイラインを塗る、アイラインはこれヒロインメイクの適当なやつで塗る。アイラインなんて私ほとんど引かないんですけどね。アイラインの引き方は目頭から目尻に向かってスーンって塗る、まず一度スーンって塗ってから間を埋めるように塗っていく。私すり目なので目尻は下に、垂れ目に見せるように下に伸ばす感じで、ちょっと延長延長延長って感じで、下に下に下に伸ばす感じでやっていきます。はい、これで、あ、今日カラコンしてないや、カラコンしてないからなんか顔がおかしいんだ、なんかおかしいなと思った。で、ズーシーなんで、せっかくズーシーなんで、こちらズーシーの、リキッドアイシャドウ。これね、モテアイテム。めちゃめちゃモテアイテム。これを涙袋にちょんちょんちょんって入れる。と、これはめちゃめちゃモテアイテム。これ以前配信で紹介しなかったっけ？配信というか動画で。これめっちゃモテアイテム。おすすめ。これつけてると男性から目の下キラキラで可愛いって言われる。おすすめモテアイテム。ルムアンドとか、あと他にもいろんなブランドでこういう目の下にのせるキラキラアイテムがあるんですけど、まあ、何でもいいと思いますけど、このズーシー塗ってると目の下キラキラで可愛いって男性から褒められます。おすすめです。で、あとマスカラも今日は塗ろうかな、たまには。というのも、あの使ってないマスカラを昨日見つけて、あ、マスカラはこちら D アップのマスカラですね、D アップ、なんて言ったって D アップ、 D アップのマスカラは泣いても落ちないんで好きです。 D アップのマスカラを上にね塗っていく。
なんか変わりましたかね。で、ちょっとこれだけだとなんか物足りない気がするので、最後このギランギランなギランギランなヤーツーを指にとって、めっちゃギランギランだ、めっちゃギラン、これをまぶたの上、黒目の上にのせます。はい、のせなければよかったのせなければよかったな、うん、ね、なんか変になっちゃった、うん、足せばいいということではない、うん、あのね、さ、あるじゃん、よく指にとってさ、目の黒目の上だけのせますみたいな、あるじゃん。それをね、やってみようと思ってしたらさ、この黄色いのが予想以上にギラギラしていて、やらなきゃよかったまあそういう時もある、うん、アイメイクはこれで終わりです、うん、じゃあこれでほっぺをちょっとピンク色にして、こちらキャンメイクね、あったから、キャンメイクのこれはパウダーチーク20番、うん、これをほっぺに。純欲メイクってさ、私いまいちまだわかんないんだけど、何も知らないで純欲メイクしてみるね。何も知らない私が純欲メイクしてみたみたいな。ピンクオレンジの方が良かったね。オレンジのピンメイクの方が、あれ、オレンジのチークの方が良かったな。オレンジメイクだから。よし、にゃんにゃんっていうこれをつけてるんですけれども、これを外してと。そう、あのパジャマ、このパジャマは GU で買ったパジャマ、多分 GU、 ユニクロじゃなくて買ったパジャマで、安かったんですよ、安かったから買いました。バナナパジャマ、可愛いでしょ。で、メイクは以上になります。どうでしょうか。リップも塗ろうか。リップ、せっかくだからオレンジだから。やっぱゴールド、うん。アイメイクをゴールドにしちゃったから、ゴールドリップにしてみました。はい、いかがでしょうか。はい、これで、ズーシーメイク完了でーす。完成でーす。はーい。どうでしょうか。このリップなんだって。うん、このリップなんなんだって。このリップは、なんだ？ウィッチズポーチだ。このリップはウィッチズポーチのリップですね。なんかこれ、ドラッグストアで買いました。いかがでしたでしょうか。全く参考にならないメイク動画でした。この全く参考にならないメイク動画、今度純欲メイク編、乞うご期待。それでは皆様、最後までご視聴くださってどうもありがとうございました。また純欲メイク編お楽しみに。失礼いたします。じゃあね、バイバーイ。